こちら事故現場です。車2台の事故のようです。1台は車が完全に逆さとなっています。ひっくり返った軽乗用車。助手席側のドアも大きくへこんでしまっています。車道には前方がへこんだ黒い乗用車が残されています。今日午前10時ごろ、函館市東雲町の交差点で事故があり、交通事故が起きている、1人けが人がいるようだと目撃者から消防に通報がありました。現状から交差点で車同士が衝突したとみられ、この事故で1人が病院に搬送されました。事故現場は信号がない見通しの良い交差点でした。